韓国ドラマ情報局へようこそ。当チャンネルでは韓ドラを中心に韓国エンタメ業界のお話をお届けしています。韓国ドラマが数多く放送されている日本の BS、 10月はなんと新作が多めで、再放送はたったの2作、有名作も結構あるのでサクッとお届け。ということで本日は10月に BS で放送される韓ドラ一部イメージ映像で、再放送は番外編に添えて一気に見ていきましょう。ですがその前に、情報はすべて動画制作時のものであり、予告なく変更延期となる場合があります。詳しくは各局のホームページでご確認ください。カンテク運命の愛ファンタジー恋愛時代劇、何者かに襲われ最愛の王妃と共に命を落とした王だが、なぜか彼は突然息を吹き返してしまう。王妃を失った悲しみに暮れながら生きる王であったが、夢の中で王妃とそっくりな女性と出会う。オクニョ運命の人チンセヨン、社内お見合いキムミンギュ、他トサンウ、イヨルム、イシヨン、カンテクという王や王子の配偶者を選ぶ儀式がテーマの物語。カンテク運命の愛は BS 日テレで10月5日水曜開始、毎週月曜から金曜の午後1時、4K チャンネルでは放送されません。シークレットガーデンファンタジーラブコメ。高級デパートの CEO がスタントウーマンに一目惚れ。ある日不思議な食堂でもらったお酒を飲むと、翌朝魂が入れ替わった状態で目が覚める。愛の不時着ヒョンビン、バリでの出来事ハジウォン、他ユンサンヒョン、キムサランが主演、イジョンソクも出演しています。最高視聴率 35.2% の超人気定番ラブコメ。シークレットガーデンは BS 松竹東急で3日月曜から平日毎日夕方4時30分の放送です。青い鳥のロンドラブコメヒューマン、亡き父に代わって家族を支えるため就職活動を頑張る青年、会長が父の友人で自身の友人が後継者でもある企業に入社し、仕事や声に奮闘していく中、彼は妹の出生の秘密と会長が隠し続けてきた秘密を知ってしまう。秘密の森深い闇の向こうに異樹玉、雲が描いた月明かりチェスビン、あなたが眠っている間にイサンヨプ、マウスある殺人者の系譜キョンスジン、最高視聴率 27.5%、 マクチャン要素もあるリアルなテイストの KBS 週末ドラマ。青い鳥のロンドは BS 日テレで6日木曜スタート、毎週月曜から金曜の夕方4時 4K チャンネルでは放送されません。7日の王妃恋愛時代劇メロドラマ、最悪の出会いをし喧嘩になった2人が後日婚姻相手として再会してしまう。物おじしない彼女に彼の兄も惹かれていくが、ある事件を起こしたことで兄は二人の仲を引き裂くこととなる。ときめきソンギュンガンスキャンダルパクミニョン、39歳ヨンウジン、パリの恋人イドンゴン、一人の女性と二人の王、運命に翻弄された三人がそれぞれの愛を貫く。7日の王妃は BS 松竹東急で31日月曜から平日毎日お昼12時の放送です。大丈夫じゃない大人たちオフィスサバイバル、オフィスコメディ、韓国有数の電機メーカーでリストラ面接に邁進する女性だが、同じ職場に離婚した憎き元夫がいることが悩み、一方所属部署がリストラで解体された男性は全く畑違いの彼女の人事部行きが決定してしまう。ジャスティス憲法男女チョンジェヨン、太陽詩人記ムンソリ、一度行ってきましたイサンヨプ、この恋は初めてだからキムガウン、頑張る人にエールを送るオフィスドラマ。大丈夫じゃない大人たちは BSTBS で10月6日木曜スタート、毎週月曜から金曜の朝7時です。ここでちょっと番外編、10月に BS で再放送される韓国ドラマ2作品サラサラっとお届け。100日の南軍様ラブコメ時代劇、陰謀によって記憶をなくしたセジャ、
村人に助けられ庶民として暮らし仮初めの結婚をするが、記憶はなくても中身は高貴な王子、まともに働けずに文句ばかりのダメ夫になっちゃう。主演はエクソのディオことドギョンス、ナムジヒョン、キムソンホ、大人気のハンソヒ、キムジェヨンも出演しています。最高視聴率 14.412%、 夫を意味する南軍様と過ごす100日間の運命の恋。100日の南軍様は BSTBS で10日月曜開始、毎週月曜から木曜のお昼12時59分です。私たち家族です。 My Unfamiliar Family Human。 ずっと家事をこなし3人の子供を育て上げた母、父が登山に行っている間に母は卒婚すると子供たちに宣言。だが父は山で倒れ病院に運ばれてしまい、会いに行くと22歳の記憶のままの父がそこにはいた。主演はハンエリ、キムジソク、チュジャヒョン、チョンジニョン、ウォンミギョン、シンジェハ。誰よりも近い関係であるが、時には他人よりも遠い家族、それぞれが抱える秘密と誤解が共感と感動を生む。私たち家族ですは BS12 で7日金曜スタート、平日毎日深夜3時30分です。以上が番外編、再放送ではない通常放送のカンドラに戻りましょう。チャングムの末裔、恋愛。食べることが大好きな女性が就職し、ミスを連発して落ち込むが、チーム長が連れて行ってくれる美味しいお店の数々に目を輝かせる。実は彼の一族はチャングムの末裔で、料理の能力に優れており、彼と過ごすうちに彼女はグルメに目覚めていく。あなたに似た人、シンドンウク、グッジョブ、少女時代コンユリ、他イヨルム、キムヒョンジュン、B2B ミンヒョク、伝説の料理人チャングムに末裔がいたらという設定のグルメドラマ。チャングムの末裔は BS 朝日で20日木曜スタート、毎週月曜から金曜の朝8時30分です。OK グアン姉妹ミステリーラブコメホームドラマ。工事現場で働いていた男性に突然離婚届が送られてくる。まさかの65歳で言い渡された離婚。話し合いたいが妻は会ってくれず、3人の娘たちも全員妻の味方をする現実に絶望する。主演はユンジュさん、ホンウニ、チョンヘビンなど、高視聴率で有名な KBS 週末ドラマ枠、最高視聴率は 32.6% の人気ホームドラマです。OK グアン姉妹は BS テレ東で25日火曜から平日毎日夕方の3時54分の放送です。おかえり、ただいまのキスは屋根の上でファンタジーラブコメ。片思いしている相手のため猫の面倒を見ることにしたが、なんとその猫は彼女といると人間に変身できてしまう。だがそんなことを知らない彼女は父の再婚相手の息子だと勘違いし、猫と人間の一匹二役を演じる彼と生活を送ることになる。ただ一つの愛、インフィニット L ことキムミョンス、18シリーズシンエウン、他ソジフン、ユンエジュ、カンフン。猫好きなら楽しめますが、リアリティのなさに人がついてこず、低視聴率作として有名になってしまったドラマ。おかえり、ただいまのキスは屋根の上では BS 富士で26日水曜開始、毎週月曜から金曜の朝10時です。悪の花、恋愛、犯罪ミステリー。愛する妻と娘に囲まれ、平凡だが幸せな日々を送っている中、妻は彼に過去の連続殺人事件を追っている記者を紹介することに。彼が犯人と同じ金属工芸作家であることに興味を持たれていたが、彼の顔を見て記者は固まってしまう。クリミナルマインドコリアでも共演したイジュンギとムンチェウォン、他チャンヒジン、ソヒョヌ。サスペンス好きの中では有名なドラマ。愛を演じる男と危うさまで愛する女がたどり着く答えとは。悪の花は BS12 で28日金曜スタート、毎週金曜の夕方4時に2話連続放送されます。
いかがでしたか？見たいドラマはありましたか？ぜひコメントで教えてください。今後も韓国ドラマ情報を中心に韓国エンタメ業界のお話なども配信していく予定です。それではまたお会いしましょう。